はい、こんにちは、116インズです。コンフ、大谷選手と山本選手の両取り、さらにはトレードでグラスナーも獲得したりと、一周回って逆に、いや、どこまでチーム強化するのさと周囲が一歩引いてしまうくらいの超大型補強を見せているドジャースですが、またも大物選手獲得に動きました。今日マリナーズから FA となっていた強打者テオスカイ・ヘルナンデスと1年2350万ドルの契約に合意したと ESPN のジェフ・パッサン記者らが報じまして、テオスカーまでもがドジャースに加わると。年俸2350万ドルのうち850万ドルは2030年以降の10年間で後払いとするようで、現在価値に直すとおよそ2000万ドルということになりますので、まあほぼクオリファイングオファーと同額くらいには落ち着きました。ヘルナンデスの獲得にはレッドソックスやエンゼルスなども興味を示していたとされ、さすがにどこかと複数年契約を結ぶものとばかり思っていましたが、まさかの1年契約でドジャースの強力打線に加わる決断を下したと。すでに上位打線が超豪華なドジャース打線ですが、そこにさらにテオスカーというこれまたスラッガーが加わり、打線の破壊力が増しましたね。今回はこのドジャースとヘルナンデスの契約についてお話していきます。テオスカー・ヘルナンデス、ニックネームはテオで親しまれていますので、そちらで呼びたいと思いますが、彼といえばやっぱりリーグ屈指の強打者の一人というのがまずパッとイメージとして浮かぶでしょうか。短縮シーズンとなった2020年が本格的なブレイクイヤーとなりまして、以降2022年までブルージェイズ打線の中軸として活躍。この3年間合計で放ったホームラン数73本はこの期間中 MLB15 位、 WOBA3 割6分3厘は MLB20 位、 WRC プラス133も20位タイということで、成績の面でもやはりリーグでも有数のスラッガーと呼ぶにふさわしいでしょうか。テオはパワーヒッターらしく打球指標にも優れる選手でして、この3年間でのハードヒット率 50.9% は MLB8 位、長打になりやすいとされるバレルの打球の割合、バレル率は 14.9% ということで MLB9 位。コンスタントに強い打球を量産できる点で、どんな環境でも活躍できる資質を持った選手とも言えるでしょうか。そういった点に目をつけてか、2022年オフにマリナーズがトレードで彼を獲得し、昨年打線の中軸に据えてきました。ただマリナーズでテオは少しダウンイヤーを過ごしてしまいました。キャリアハイとなる160試合に出場し、ホームラン26本93打点とパワーヒッター、さらにはランプロデューサーの両面で活躍した部分もあれど、総合的な攻撃力という意味では WRC プラスがわずかに105止まり、特に MLB でも屈指の投手有利な環境であるマリナーズの本拠地 T モバイルパークで苦しみ、ホームでの OPS は6割4分3厘という有様でした。相変わらず打球指標自体は素晴らしく、フロントの期待通り強い打球自体は量産していたんですが、昨年のテオは三振率の悪化が顕著で、そこもまた彼を苦しめた部分はあるのかなと。2022年は全打席に占める三振の割合が 28.4% でしたが、昨年は 31.1% ということで3割のオーダーに乗ってしまいました。 FA となって予想される年俸の割に、総合的な攻撃力では物足りなさが否めず、またマリナーズも予算面に大きな制約が今オフ課されてしまったことから、オフが始まってテオに対してクオリファイングオファーも提示していませんでした。実際コンフの給与が2030万ドルで、テオがドジャースと結んだ1年契約は現在価値という意味では2000万ドル前後ということですから、マリナーズの相場感自体は大きく間違っておらず、給与が出されていたらテオも残留を選んでいた可能性はかなりありそうですよね。で、昨年のテオが物足りない成績で終わってしまった要因の一つとして、スライダーへの対応が挙げられると思います。昨年のスライダーに対するランバリューはマイナス11で、これは対スライダーでは MLB ワースト3位に相当する数字です。つまり昨年のテオは MLB でも有数のレベルでスライダーを苦手としていたと。もともと選球眼に優れるタイプではなく、どんどんスイングしていくスタイルなのも悪さしてか、特に前半戦は基本外角ボールゾーンに逃げるスライダーを投げておけばほぼ安牌みたいなところもありました。夏場以降は多少見極めも改善して成績を持ち直した印象でしたが、スライダーには全体的にかなり苦しめられたと。またこれの弊害なのか分かりませんが、とにかく相手がスライダー主体で攻めてくることを過度に意識してしまったせいか、これまで得意としてきた 4CM への対応も悪化したことで全体のパフォーマンスを落とす結果にもなってしまった感があります。 4CM のランバリューで言いますと、2022年がプラス20もあったのが昨年はプラス8にまで落ち込んでいます。ただそうは言っても1年契約を受け入れざるを得ない状態になるとは思いませんでしたけどね。攻撃面で例年ほどのインパクトを残せず、また基本は両翼で守備が上手いとまでは言えない選手ですから、 FA 市場に出たはいいけれども、マーケットも思ったよりは過熱しなかったんでしょうか。ドジャース以外で興味があったとされるレッドソックスとの交渉は、マスライブ .com のクリス・コティーロ記者によれば2年総額2800万ドル前後で議論されていたようですし、フランシス・ロメロ記者によればエンゼルスはそもそもオファーもしていなかったとのこと。コンフ同じ両翼タイプの選手で、バリュー的にはテオよりワンランク上と思われたルルデス・グリエル・ジュニアでさえ3年総額4200万ドル程度の金額に落ち着いてしまったような市場ですから、テオ側が期待していたような契約、納得できるような複数年契約は交渉のテーブルには出てこなかったんでしょうね。納得できるような条件がなかったのであれば、あとはもう一度市場価値を高めて再挑戦するほかないわけですが、そういう意味ではドジャースはベストに近い環境だとは思います。
手を抜きでも MLB 有数の強力打線であるドジャースは打線のプロテクションという意味でも十分な環境ですし、また昨年も左投手相手には WRC プラス120と悪くないですから、ドジャースで比較的得意としている対左を中心に使う不利になりそうな右のスライダータイプとの対戦をいくらか減らせれば成績自体はちゃんと残せるのかなと。またそもそもとしてスライダーへの対応をドジャースで改善することができればベスト、あるいはスライダーは多少苦手のままかもしれないけれども、今まで非常に得意としてきたフォーシームへの対応をまた元の水準に戻せれば成績改善の目はあるでしょうし、ドジャースはそういうことができるチームだとは思います。昨年 JD マルティネスとジェイソン・ヘイワードが蘇ったチームですからね。ドジャースが持つ分析力も借りながら、またリーグ有数のスラッガーらしい成績を取り戻すことができれば、今季2024年オフに再度 FA 市場に挑戦する際には今度は納得のいく契約をもらえる可能性は十分あるでしょう。ドジャースもテオの復活には期待を寄せていると思いますので、その期待に見合う活躍をぜひ見せてほしいですね。最後にドジャースについても話していきますが、正直山本由伸選手の獲得で大型補強は終わりだと思っていましたが、まさかテオも連れてくるとは、もうどこまで強くなるつもりなんですかという感じですよ。さすがに贅沢税最後の敷地、課税ラインからの6000万ドル超過、ペイロール2億9700万ドルは超えてこないだろう、それに収まるようにチーム組んでくるんだろうと思っていたら、とんだ大間違いでした。テオの契約が入ったことでファングラスの推定によれば、ドジャースの贅沢税計算上のペイロールは3億ドルの大台に乗ったとされます。もはや贅沢税などどうでもいい、とにかくワールドチャンピオンになるぞ、そういう意思すら感じます。カーショーとの再契約もどこかのタイミングでするでしょうし、少し前にはショートの補強するかもなんて話もありましたから、本当にどこまで補強するんでしょうかね。ドジャースの本気の補強にはもはや恐怖すら覚えますが、ただそんな中でテオみたいな選手を1年契約で連れてこられたのはなかなか美味しいなと思っていまして、確かにここまで触れた通りバッティングに穴もある選手でありますが、彼のバッティングは時にチームに勢いをもたらしてくれますし、特に昨年8月のマリナーズの快進撃の中心にはフリオとともにテオもいました。大雑把なプレーもありますが、エネルギーをもたらす存在だと感じる瞬間自体は確かにありました。ごつすぎる体から想像できないくらい笑顔も眩しく、キャラクターの面でも光るところが多い選手でしたので、それがロサンゼルスでいい意味でうまく機能すればいいかなと思っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。